ポゼッション率を上げる、で押し込んでゲームをするっていうところなので、まあ、そこはやっぱり重要なところでしょうね。さあ両チームイレブンがピッチに入場してきました。展開をしてサイドスペースを使っていく小泉、中2人、小泉折り返しユンカーへ、あーっとオウンゴール、いやオフサイドクラブになっています。判定オフサイドです、はい、フォローでオフサイドでしたね、はい。まあ、ここ、まあ、インナーラップ的に背後を狙ったんですけれども、このパスのところでオフサイドでしたね、まあ、ただやっぱりいい動きですよね。ディフェンスを受けながらボールがつながるヴィンセン、パスを選択、シュートだ、伊藤、ファーに流れる。ここも浦和チャンスでした。はい、伊藤のいい飛び出しでしたね。ボールをうまく運びながら外につけて、その背後のスペースですね。やっぱまあ、中盤のさあ3人がける構え、岩尾、岩波、大久保、岩尾が狙っていく、パンチング、ナイスセーブです。パクイルゲン言いましたけど、シュートのスピード自体が少し弱かったのと、多少コースの甘さがあったんで、なんとかセーブできる。さあ中央を運んだトス、西川が受けてジエゴを追い越す、そこを使います。ジエゴ、中4人、ジエゴ戻してフリーだ、中沼シュート、中沼わずかに枠にはいきませんでした。アイデアで西川、さらにサイド岩崎が来る、岩崎持ちながら入れ替わってシュートだ、西川こぼれている、拾い直して西川、もう一度西川、大久保ライン際残しています。股抜きかわした、大久保運んでえぐって、大久保マイナス、シュート、ユンカー流し込んでいきました。浦和先制、前半の40分、今日先発起用のユンカー先制ゴールをゲットしました。ここは大久保がうまく作りましたね、飛ばしたパスからボールを運んで、まあ、ここでアプローチされるんですけど、股抜きで左足で持ちながらクロスを見せながら深い位置まで入っていったので、最終的に戻したボールをユンカーがサイドキックでゴール。鳥栖の河合監督は、まあ、我々の強みは一つサイド攻撃だけれども、ただそれだけじゃダメなんだと、まあ、いろんなものを出せるように、いろんな相手の目線、あっとカットした、奪った小泉、さあショートカウンター、小泉追加点、50分、浦和2点目、奪ってからの速い攻撃、まあ、引っ掛けてからこれ角度はあんまりなかったんですけども、ゴールキーパーよく見て低いボールを逆サイドネットへ、素晴らしいシュートでしたね。まあ、こうやって裏は変わらずブロック作りながらですね、はい、で長いボール、宮代1点返しました。トス、途中出場の宮代がどうですかね、一瞬そのセンターバック、柳とシュルツのところで少しだけギャップができたんですよね、はい、それの岩波の背中からちょっとキックがミスになった、カットした大久保、かわした大久保、パスを選択、松尾ポストこぼれて後ろからシュートだ、拾い直して相手のミスですね、はい、かけてうまく運んで大久保からのパス、ゴールキーパーのポジションよく見て、目安3分ですが、まもなく4分台に入ります、まあ、途中で競り合いの負傷がありました。ここで今ホイッスル、試合終了です。2対1勝ったのは浦和。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like, Subscribe, Get Push Notifications
Like, Subscribe, Push Notification